伝人サトシは大韓民国の女子プロゴルファー。全羅北道郡山市出身。父の友人がプロゴルファーであったことから練習見学をした際に楽しく感じたことがきっかけで12歳の時にゴルフを始める。アマチュア時代は大韓民国代表選手選出経験もある。2012年に韓国女子プロゴルフ協会入会しプロ転校。 2013年6月クラップがツアーメジャー大会、韓国女子オープンゴルフ選手権でプロ初優勝、年間獲得賞金ランキング3位となる。2014年、第6代クラップが広報モデルに、キム・ヒョージュ、ユン・チェヨン等と共に選出され2015年まで、務めた。同年クラップがツアーで三勝。二千十五年五月、世界ランキング3十位以内の資格により、日本女子、 プロゴルフ協会ツアー公式戦、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップで、同ツアー初出場。4日間トータルで276のスコアをマークし、上田桃子らを抑えて、同ツアー初勝利を、初公式戦で飾り、大会最年少優勝記録を更新した。同年7月、全米女子、プロゴルフ協会ツアーメジャー大会、全米女子オープンで、 メジャー初出場初優勝を果たす。同年10月、ジェルピーがツアー公式戦、日本女子オープンゴルフ選手権競技で、菊池エリカ、リミカとのプレイオフを制止同ツアー公式戦2勝目を挙げる。この優勝により、カンベイビのナショナルオープンを制覇したことになる。同年クラップがツアーにおいては、ハイトジンロチャンピオンシップ、キロバイト金融スター選手権の2つのメジャー大会を、 含む5勝を挙げ、賞金女王となる。2016年からユスルプガのツアーメンバーとなる。同年4月の同ツアーメジャー大会、ANA インスピレーションで2位体となった後、同年9月の同ツアーメジャー大会、エビアン選手権でメジャー2勝目を挙げた。エビアンの優勝スコア21アンダーは男女を通じて、メジャー大会72ホールでの最小スコアとなった。 直後の同年9月19日付、女子ゴルフ世界ランキングで自身最高位となる3位にランクされた。同年ユスルプが賞金ランクで自己最高位となる4位、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2018年10月のユスルプがツアー、ケブ・ハナバンク選手権で2シーズンぶりの同ツアー3勝目を挙げた。プレイオフ記録プレイオフ記録。ありがとうございます。